坊塚洋介です。こんにちは。イサム・ノグチって名前は高校の時にファッション誌とかをこう開くとたまに目にしてて、でそれと一緒にあの人がデザインした椅子とかが紹介されてるページで、まあ、初めて多分知ったと思うんですけど、なんとなくカタカナ表記だったのもあったし、なんか気にはなってて、で友達の家に行ったら、まあ、その彼のデザインのその椅子が、本物の椅子が置いてあったりとかっていうことがあって、だんだん興味は持ってたんですけど、まあ、調べるとかそういうところまでは行ってはなかったけど、あ、ここで来るのかと思って、その巡りというか、うん、で宮本亞門さんということで、まあ、いつもそうですけど、こう直感でドキドキできるなっていう、ワクワクできるなって思うものをチョイスさせてもらってるんで、でもまさにこうワクワクできそうだなと思って、うん、やらせてもらいました。共鳴できる部分っていうのがすごくあって、例えば大統領になるより、あの真実を追求したいとか、まあね、俺が言ったところでお前なれねえよって言われておしまいかもしれないですけど、でもなんていうんですか、そういう探求心だったりとか、世界のなんかこうバランス感覚というか、自分自身のバランス感覚と世界に対しての見るバランス感覚というか、見えるものと見えないものと、だからなんかね、戦争があるから反戦運動があるみたいな、こう一体ね、コインの表と裏みたいなところはあるかもしれないけど、あのそういう、こうエネルギーみたいなものっていうのの持ってき方とか、葛藤したり、あの人もすごくアメリカと日本とのミックスっていうところでの葛藤だったりとか、なんかいろいろ僕も、例えばもちろんそれほどにあの重くはないにしても、例えばですけど、レゲエのとこ行ったら役者がなんで歌ってんだって、で、ね、映画の方行ったらミュージシャンだみたいな、どっちにしろなんかはみ出してるっていうか、みたいなこととかも含めて、なんかすごく共鳴できそうだなっていうふうに思うんで、今の自分自身の最前線っていう意味でもドキドキできるし、自分がドキドキしてるもんじゃないと人をドキドキさせたりできないと思うので、うん、みんなでドキドキワクワクしながらいい作品を作って、こんな時代なんで、なんかね、少しでも力になったり希望になったりするものになったらいいなと思います。ほとんど今伝えてしまったんですけれども、まあ、言うのは簡単なので、やることが難しいので、行動が全てだと思いますので、皆さんも行動を起こして見に来てください。待ってます。